薬の時間です。 LSD 実況パート1119始めていきたいと思います。本日はレアイベント探訪、 LSD における珍しいイベントを実況中に見つけたい企画でございます。あんまり今日何を話すか何も決めてません。でごめん、もう一回グラフを見せてくれ。今がだいぶアッパー寄りだけど、ちょっとまあうんって感じですね。一応京都あたりからスタートすんのかな。ちょっとグラフを飛ばしたいっすね、まずは。まあいかんせん LSD の、レアイベントというものが、まあいろんな条件があって、そこから決定するというかね。あ、そうそう、青ね。まあね、グラフは青ということなんですけど、まあ一つは日付ですね。この日じゃないと見れないっていうことに加えて、ちょっと嫌だな、下に行っちゃったな。さらには、このさっき言った今フェードが青かったと思いますが、これが今現在グラフ、さっき見たあの変なグラフのことね、そのグラフの、場所で、さらにこの日でないと見れないみたいな、複数条件が重ならないと見れないというような、形になっております。これ落下してほしい。よし。さあ、どこに行く？オッケー。いいのかどうか。ちょっと一旦セーブしようかな。このデータ謎にずっとフラッシュバック残ってるね。消したくないな。まあ、別に。何があるわけじゃないんだけど、フラッシュバックがね、俺の実況中に見えてるのって珍しいから、今それをめがけてね、新しい、データを作ったところですけど、ここは UFO じゃないな。いや UFO か、いや UFO じゃないな。変なとこ歩いてる。あー、なるほど、ここにこいつの方を走っていけばとりあえず落下できるでしょうと踏んで、こいつの方に向かっていきます。ちょっと今レアイベント探訪かと言われたらそうではないかもしれないんですけど、グラフ、その一つの条件のためのグラフを調整する、調整っていうほど調整って感じじゃないんだけど、具体的に何を見たいかとかっていうのが、うわぁ、もうやだ、もうこれほんとやだ。だとしたらもう今のデータでロードした方がいいよねってなるよね。うん。しょうがない。こればっかりね、しょうがない。何見よっかな。偶数日でしょ。一応、宇宙飛行士と、あとは、まあ、大仏とか、明月荘、京都あたりに行くといいのかなというふうに思います。グラフが緑ですね。一応明月荘たどり着きました。一応この、めっちゃいいとこや。めっちゃいいとこやね。降りますか？これ降りたら暑いな。降りないっすね。だろうね。まあ、そうだろうね。ありませんでした。もうこれでグラフが白になっ、グラフっていうかフェードが白になってしまったんで、結構こう、辛い局面になってるんですけど、どうかな？こう緑のまま、なんかちょっといろいろ見てみるか。偶数日キャラ。あとは、あんまり偶数日っていないんだよな。自然界の馬とか、あのあたりかな。あと何見てるんだっけ俺。ちょっと一回、もう一回見るね。大仏の群れ、自然界の、あ、胎児ね。で、ハテナペンギン。あー、ハテナペンギンは、あれですな。奇数日ですね。今日は見れないというわけです。まあ、同じ感じでリンクしてますが、乱数によって、移動先変わりますので、必ずしも明月荘に行くわけではなく、このように京都に出現することもあるというわけですね。割と近いので、まあ、レアイベントが出てきてもおかしくはないかなと。偶数日なんで毎回ここが出るんですが、出ませんね。どうかな？白ですね。
もうこんなん繰り返してってもさ、やっぱ見れないよね。まあ、一応ちょっと大使も、見に行ってあげますけど、まあ、どっちかというとやっぱり奇数日の方が、恋愛病はなんとなく体感多いかなっていう気がするので、あ、でも強いて言うならこの前見たあいつですね、兵士、海辺のバイオレンス界海辺の兵士、あれは偶数日ですね。まあバイオレンスが引ければそれに越したことはないかなと思いますが、ちょっとこっからどうもグラフを操作するのが難しそうなので、ちょっとどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろう分かんなくなってる。とりあえずグラフが操作できるような落下地点がある場所、例えばバイオレンス街にリンクしたらもうすぐバイオレンス街行けるんですけど、あとどこだ、今どこっつった、京都行かれても困るんだよな。バイオレンス街引けるのが一番理想。もうどうしようもないですねどうしようもないな。一旦操作するか。一旦ちょっと次の日行きましょう。さあ、自然界からバイオレンス街に一発で引けたところですけれども。あ、いい、あー、めっちゃいいとこ来たね。え、めっちゃいいとこ来たね。マジ？え、めっちゃいいじゃんって言ってもちょっと俺覚えてないんだけど。フェード左下。はい、これ。黄色ですね。黄色で、奇数日。これは、偶数日、奇数日。ちょっと待ってね。奇数日。これは、もしかしたら、牛鬼の群れが見れる。牛車引いてる牛鬼の群れが見れる。可能性のあるグラフポイントか。黄色。京都引け、京都。バイオレンスが引き取る。バイオレンスが引いてどうする？何を見たらいいんだ俺。こっから。あ、やっぱ引っかかっている、青。こっから何を見たらいいんだ俺は。ハッピータウンとかだったら、いや今日いないんだよね。ちょっとリセットしますか。この黄色いグラフで、かつ奇数日だった場合に、先ほど言った京都の牛車を引いてる牛鬼がいますか、あれが、群れるという、増えているという可能性があるということなんですね。お、すごいとこだ。で、明月、さっきから明月来てますけど、それは困る。で、この先ほど言ったそのイベントというのが、私まだ見たことがないイベントでありまして、自分でね、出るよっていう報告は聞いたことがあるんだけど、それが実際に自分のプレイしてる環境で見たことがないということなんで、よかったらそちらも見ていきたいなと思う次第ではありますが、まあそれはさておき、一旦、ここの馬がね、大量にいるという情報、とりあえず出てきた時に3体、そしてここからも3体、計7体、今前に行ったやつも含めてね、計7体の馬も今探してるとこなんですが、見れないと。だから今日じゃない、今日じゃないというか、これも見たことがない、馬も見たことがない。とりあえず今僕がなんか見聞きしてる中で、馬が増えてるのは俺画像ですら見たことないんだよな。だから本当かどうか、本当だとは信頼に足る情報筋からなんですけど、いわゆる見たことがないんだよね。やばい、今日本当に何でも雑談してない、何の雑談もしてないですね。ああ、面白い。これはね、フェード中にね、こっちに走ってったらね、あの孤島に、フェード中って落下しないんですよね、それを利用してたどり着くことができる、本来はいけない場所なんですけど、でもまあなかなか狙っていくのは難しいですね。確実にあそこにリンクするって知ってて行くことってできないので、なかなかできないですね。 OK、 とりあえずハッピータウン到着いたしました。まあうまいこといけば、これは観覧車の近く、うまいこといけば
まず、電車が飛ぶイベントと、ハテナペンギンがいるイベントとありますんで、ちょっとそちらも見ていこうかなと思いますが、まあ多分何事もなく、何事もないと思うし、おそらく、まあ一応あれか、いやどっちだ、時間が多分早いから電車見てる時間がないのかもしれない。すいません、電車は見れないかもしれない。とりあえずカットしながら電車が見れるかどうかだけ確認してもいいかもしれないですね。まあとりあえず結構歩きますので、まあ今多分黄色のフェードから多分全然違う色のフェードになって、ああ今日多分いないですね。ハテナペンギンが出てくるときね、ハテナ、このハテナが多分ないんだよね。でも、普通ですね。ちなみに、群れてもいないですね。まあ一応、待つだけ待ってあげてもいいよ、電車。でも、先ほど言った通り、多分、今フェードの色が多分全然違う色。もしかしたらこんだけ歩いてキャラクターにも合ってってしてるから、まあ、白になっている可能性があるかなと思います。いろいろこうグラフの位置の算出方法みたいなのもありはするんですけど、口頭で説明すると非常に難解な上に、僕自身あんまり分かってるかって言われたらちゃんとは分かってない、ああそうだったよね、こんな感じだよねって説明されたらまあ思い出すけどいや分かってはいるつもりなんだけどさ、なんか結構複雑っていうかね、ちょっとした計算式が必要みたいな感じになってるので、それをね頭の中で、パチパチソロ版弾きながら、やるっていうのは結構至難の技かなというふうに思います。ということで、まあ電車がこちらに来るまでカットしたいと思います。はい、暗いので分かりづらいですが、電車がもう前方にもうそろそろ止まるか消えるかすると思います。まあ、おおよそ消えるかなと思うんですけど、止まるかな。音が消えたら消えたということですね。あれ消えた。もうさ、こんなところにイベントを仕込むなと思いません？やっぱ2、3分くらい滞在することになるんだよね、ここにね。ずっと電車を見てるならまあいいけど、そんな毎回毎回電車を追従しないわけじゃん、我々人類はね。なかなかあんなイベントを見つけられないですよね。相当暇じゃないと、相当やり込まないと。ちなみに僕が見つけた時はあのラブの絵をね、あの電車が出てくる手前のラブの絵を模写してたら急に変な音が鳴って電車が飛び出したんですけど、そんなことでもしてなきゃね、わかんないですよね。はい、ちょっと京都を引くまで粘りたいなというふうに思います。これが投稿されているのが8月27日ですね。学生さんは、夏休みの宿題でもうあわあわしている頃かなというふうに思います。もうなんか年々夏が忙しくて、で毎年こう体力のなさを実感するところなんですけれども、今年も例に漏れず、ああすごいところに来てしまった。落下しそうですね。落下するならしてもいい、しなかった、はい終わってしまえと思いたい夏の暑さですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。もう今月多分ずっと体調悪かったんじゃない俺まだ厳密に言うとまだ治ってないので、咳とかね、もう余計ですね、忙しさプラス余計に体調不良と重なってえらいことになってましたが、一応京都たどり着きました。目の前ここまで来てダメですか。めっちゃ黄色いっすけど、うちらめっちゃ完璧だったよ、今。これで出ないなら、君は黄色じゃないのでは？え、水色だっけ？違うよね、白。多分さ、いろいろ多分重なって黄色じゃないといけない。だから、まあ、ちょっともう時間があれなんで、落下せずに別にいいけど、終わりますけど、多分、
グラフの外側の、一番黄色いポイントっていうのがあるんですよね。なんつったらいいのかな、一番左下、リネン君の顔が描かれているところをちょっと今から見せますが、そこじゃない、そこの方につかないと多分見れない。こう LSD って左下に書いてるじゃないですか。そこの隣の、あの角張ったリネン君、あの辺にもグラフつくんですよね。あれで、まあ、リンクして今みたいなところにつけば、なんか京都のあそこを踏んだポイントと、あの牛車に出会ったポイントで、なんか新しい概念出てますけど、ポイントって普通言わないけど、その2つの、グラフ変動値が、あってもなお黄色のエリアに居続ける必要があるみたいな、もう相当難しいと思うよこれ。というわけで、今回はね、なかなかレアイベントをたどり着けませんでしたが、まあグラフはちょっと操作することができたんでよかったんじゃないかなと思います。皆さんも夏バテには気をつけて、気をつけようがないけど、よく休んで、毎日毎日頑張って過ごしましょう。本日はこれにて以上です。お疲れ様でした。お大事に。